はい、ということで、はい、本日10月12日11時01分ですね。ただいまもうすでに青函フェリーの函館ターミナルに来てます。はい、これから今日は船に乗って4時間ほど船に揺られて青森に上陸で酸ヶ湯に行きます。まだしばらく乗船には時間がかかりますが、どうか取り逃さないように乗船しようね。はい、取り逃さないように、ね、取りっぱなしにしておきます。今ね、気温18度なんですけどね、日差しがあるせいか、むしろ暑く感じますね。来た時は、わーやっぱちょっと寒いねなんて東北のあたりから言ってたんだけど、そうですね、うん、今もう随分体が慣れたのかわからないですけど、暑い、暑く感じますね。ついてないよ。走りに走りましたね。出発した時は2万8000キロぐらいだったんですけど、うん、今3万4293キロですね。まあ、6000キロ走ってるんですね、すでに。出発して6000キロ走ってるんですね。ほとんど僕です、運転して。9割5分型俺ですね、運転してるの。その6000キロ走ってる間、多分ね、5000キロぐらいはこの人寝てました。そんなに。ね、なんか起きてるもんだと思って僕喋るわけですよ、隣で。反応ないんでね、運転しながらチラッと横目で見ると寝てるんですよね。
先頭には宮崎ナンバーが多いですからね。車列の動き見える？見えない。外は除染開始なのかな？校舎が先？向こうから来るときはトラック行ってたよね。トラックの隙間に入るように、チャリンコの人バンドック持ってますね。あのマットやっぱ人気なんですね。なんか一応そのキャンセルするアイテムを売ってんだよ、なんかこうキチって差し込むやつ。あ、この代わりにってことですか。そうだ、シートベルトしてると誤認させるアイテム、わざわざそれだけのために詰め込む、もったいない。あ、欲しい。それもどっかに置いとかなきゃいけないわけですからね。同じく見送りがいますね。また気をつけてねっつってテープとか、なんかミラーにはうっすら巨乳っぽい感じの人が一人映ってるような気がするな。巨漢なのか巨乳なのかちょっと。映ってるだけでもなる。すごい。
大丈夫です。大丈夫です。完了です。はい、カメラ止め。